行ってきまーす。待て。何？待て。何？どこ行くんですか？いや、県の家遊びに行ってくる。宿題は終わったんですか？帰ってきてからやる。指導。何やマジで。なんで帰ってきてからやるって。帰ってきてやることやってから行きなさいって言いよるでしょ。じゃ約束してるからさ。だけど宿題終わらせてから行けばいいから。じゃ帰ってきてから絶対やるから。指導、あんたも指導2個目よ。なんだ指導3個であんた、反則負けても遊び行かないけんね。柔道影響されすぎ、マジで。もういいから、そんな。待て！ないやん。動くな！いいやんけ。待てって言っとったけ、お母さんが。ちょ、行くって。始めって言うまで動くな。うるさいなぁ。待て！始め！もうええって、マジで。もうええって、もういいから。ないやん。抑え込みだ。もうええって、マジで。10秒以内にやることを言わなかったらもう遊びもいけんしね。はあ、あんたの負け。10。何やねん。もうちょっと待って。8。7。分かった。もう漢字の宿題やる。え？漢字の宿題やる。技あり。今お母さん技あり食らってます。影響されすぎや。あと何か技ありがあったらわざわざ一本でお母さんの負け。漢字の宿題とあと何やる？もうそれだけで十分や。じゃあもう数学もやる。合わせ技一本参りました。お母さんの負けです。はい、じゃあ漢字と数学の宿題をやってからまたこちらの試合会場にお越しください。誰やいいんぱ。私は敗者復活戦に参ります。どうこいつ。チャンネル登録よろしくね。